こちらも抜かねば。武作法というもの。霞の呼吸、七の方。さあ本日は鬼滅の刃無限城編、黒死坊 vs 時任無一郎のアニメーションを見ていきたいなと思います。それではどうぞ。うん、やはりそうか。これが上限の位置。他の上限とは比べ物にならない重厚な様、威厳すらある。そして刀、いびつだが刀を持っている。この男もしや鬼狩りだったのか。しかも相当な使い手の。寒気が止まらない。体が戦闘を拒否している。こんなことは生まれて初めてだ。お前、名は何という。時任無一郎。なるほど、そうか。耐えたのだな。次国の名は。何百年も経っているのだ。戦刀なきこと、私が人間であった時代の名は次国道勝。お前は私が次国家に残してきた子供の末裔、つまりは私の子孫だ。霞の呼吸、七の方、おぼろ。なかなかに良き技だ。霞か、なるほど。悪くない。年の頃は重視あたりか。その若さでそこまで練り上げられた剣技、私にひるみはしたものの、それを抑え込み切りかかる胆力、さすがは我が末裔。血は随分薄くなっているだろうが、さまつなこと。たとえ名は途絶えようとも、私の細胞は増えて残っていた。わざわざ。あざ。そうか、出ていたのか。初見の技だ。霞の呼吸の使い手はこのような技を使ったことはない。独特の緩急、動きが読みづらい撹乱も兼ねた技、実に良き技。
流麗で美しい無一郎が編み出した技なのだろう。こちらも抜かねば、武作法というもの。月の呼吸、一の型、闇月、宵の宮。今我が末裔よ、あの方にお前を鬼として使っていただこう。え？え？終わり？嘘？え、ちょっと待って。何？何これ？何これ？意味がわからん。ちょっとすごい。黒死亡すごい。いや、圧が、もう息ができない。いや、ちょっと戦闘シーンもう一回見ていい？ちょっとやばくない？これ、ここやばくない？ちょっとこっからやばくない？もう一回見るね。腕美しい。無一郎が編み出した技なのだろう。こちらも抜かねば、武作法というもの。月の呼吸、一の型、闇月、宵の宮。これやばいって。そして腕が、頭が追いつかない。強すぎる。あなたは誰？あなたは何をされてる方なの？もうマジでやばいって本当に。いや戦闘シーンやばすぎ。いや強すぎるって。やばいやばい、ここやばいって。あのムイ君が？我が末裔よ、あの方にお前を鬼として使っていただこう。あ、最後鬼として使っていただこうって言ってんのか。いやー、ちょっとこれやばいっしょ。いや、無限上編本当に黒死亡戦やばいな、これ。いや、原作以上に、やっぱアニメ化すると、半端ないことに気づきますね。いやー、そして黒死亡の声優さん、これね、まあね、別の方のアフレコなんだけども、まあ、沖合さんにね、寄せた形で、いや、本当にこれはね、やばい、圧力がね、本当にすごいんで、いや、UFO テーブルさんのアニメーションでね、いや、マジで見たいなと思いましたね。いや、この方も本当に素晴らしいんですけども。いやー、ちょっと本当にね。いや、これはちょっと圧巻ですわ。はい、ということで。いや、続きもね、どうやらね、カミングスーンということであるみたいなので、まあ、続きの方も、まあ、ね、アップされたらまた見たいなと思いますので、ぜひともチャンネル登録と高評価して、また続き、皆さんで見ましょう。はい、ということで、皆さんまた次回の動画で、お会いしましょう。